着替えられた？ええ、ですが、これ、その、着方、合ってますか？ええ、バッチリ。よく似合ってるじゃない。他にもデザインの候補はあったんだけど、あなたにはそれが一番似合うと思ったのよね。それは、どうもありがとうございます。どうしたの？なんだか変な顔をしてるけど。なんでもないです。イプシロンなら何か言うところだったけど、相手はペンテさんだったわね。思わず身構えちゃった。同じ顔をしていても性格まで一緒ってわけじゃないのよね。なんだか不思議な感じ。それよりもこの衣装なんですけど、ちょっとその、どうかした？何か気に入らないならはっきり言ってくれて大丈夫よ。いえ、気に入らないわけじゃないんです。ただちょっと胸元が。何かまずかったかしら？その胸のあたりが少し窮屈で、動くとこぼれてしまいそうというか。ああ、それは大丈夫よ。案外しっかりホールドしてくれるの。私もそのデザインの服を持ってるから保証するわ。それもそうなんですが、他にも何か？目立ってませんか？そりゃあ少しはね。でもウエストで絞らないと全体的に太く見えちゃうの。そうなんですよね。決して胸を強調したいわけじゃないんですけど、スタイルよく見せようとするとそうなっちゃうっていうか。そもそもちょっと邪魔よね。動くときにいちいち突っかえるというか。わかります。テーブルに向かってる時なんて手元が死角になることも多くて。わかるわ。思わずコップを倒しちゃったりするのよね。そうなんですよ。そのせいでドジだと思われるのは本当に不本意で。それに何よりやっぱり肩こりよね。あなたも相当なんじゃない？そうなんです。いつも石が詰まってるのかっていうくらいに凝ってしまって。お風呂に入るときはしっかりお湯に浸かってほぐすといいわよ。翌日の肩のこりが半減するから。やっぱりお風呂は大事ですよね。あと私は姿勢に気をつけてますよ。猫背になるとますます肩がこりますから。確かに。まあ戦場ではあまり気にしてもいられないんだけど。それもそうですね。今度はどうしたの？やけに嬉しそうね。共感してくれる人がいてよかったと思いまして。ふん。でもイプシロンがいるじゃない。彼女も似たような体型だし、そういう話わかるんじゃないの？それがイプシロンに言うとなぜだか怒り出してしまって。へえ、なぜだかね。エプシロン？聞いてたわよ。悪かったわね、共感できなくて。また？どうしてそんなに怒るんですか？そうよ、同じ悩みを持つ者同士分かり合えると思うのに。あなたたち二人とも何も分かってない。だったらせめて何に悩んでいるのか教えてくれれば。そうですよ、ペンテさんと3人で悩みを話し合いましょう。そうすればきっとイプシロンとも分かり合えます。はあ、いいわね。胸のお悩み相談会ぜひやりましょう。冗談じゃないわ。あなたたちになんて話せるわけないでしょうが。どうしてですか？